はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。皆さんブーケって知ってますか？ブーケって知ってますか？ブーケはな、花束だ。そうです、ブーケは花束です。今日はこちらのバラを使って花束を作っていきます。花束は今ね、うちの N フラワーでは花束のプログラムが出来上がりました。もうね、うち以上に花束が上手くなる団体はないです。本当にね、こうブーケを上手くなりたいと思う人はぜひうちに来てください。お願いします。では早速行ってみよう。あのブーケのね、いい点って何だと思いますか？何にも道具持ってなくても、こうお花だけがあったらすぐにこう束ねてデザインができるんです。これめちゃくちゃかっこいいんです。今日はね、何にも道具を使わないでと言ってもハサミは使うぞ。道具を使わないで作っていきます。行ってみよう。まずドラセナ、これも葉っぱを全部もう取っときます。もう今回はね、ちょっと小さいミニブーケ風に作っていくんで、こういう風に全部ばらしちゃいます。ハランも少しこう形を整えておいて、このようにしておきます。こうバラとかの下葉の処理をします。それとあと、こう花びらの傷んでるところとか、まあ花束にするとね、片手どうしても塞がっちゃうから、そういう下準備は先に全部やっておきます。最高だ。まず最初にこうバラを持ちます。それで、まあ、同じね、種類のこうバラをこう持って、少しこうグルーピング効果を出していきましょうか。ただここでドラセナをこう持ったら、ここで握り込みます。キュッてやってこうやって握り込みます。こうですね。もうね、これをこうスピーディーにバンバンやってったら超かっこいいよ。で、まあここで少しこう回して、後ろ側にもこうドラセナをね、こう丸め込んで握り込む感じです。この状態になりました。そしたら次にこのバラをね、入れていきます。まあ、このグリーンを入れることによって、このバラとバラの間に少し空間が生まれるんですね。それを狙ってます。これね、まっすぐ受けにするときは、このクッショングリーン真ん中辺はいらないんです、はっきり言って。ただ今回、マスじゃなくて、ちょっと空間があるブーケを作りたいので、クッショングリーンは必要不可欠。ね。レースフラワーとかも入れていきますね。わからないか。スパイラルって言って、こう上に上に常にこう茎を上に上にこう重ねていく、要するに螺旋階段と同じように一定方向に向かってこう茎をステムを回していくんですね。みんなこのね、スパイラルが結構苦手って人いるんですよ。でもこれね、本当にズブの何もやってない、素人の方でも絶対上手くなりますから、本当にこう花束を作りたいって、うまく作りたいって思ったら、ぜひうちのプログラムに参加してください。さっきも言いましたけど、うちのプログラム以上の花束プログラム多分ないですから、ぜひ。ここでまたドラスナを後ろ側にこう巻いていきます。後ろ側というか、まあ手前ね、回して手前です。まあ、皆さんの目線から見るとこういう感じですかね。で、このハランを最後にここにこう乗せるんですけれども、これね、ちょっと長かったと思ったら、ここにこう切り込みを入れてください。こうやってね、切り込み入れてこう少し短くします。そしてここにこう沿わせます。こうやってね、この白い布の部分が綺麗なんですよ。はい、こちらで完成です。では結束して見てみましょう。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか？なかなか可愛いでしょ？ほら。ね？
まあ、このぐらいのブーケだと本当にこう数分でねできます。で特に道具を何も使わなくてもできるので、うん、例えばちょっとお花があったらパパパッとこうブーケ作ってパッと飾れる。めちゃくちゃかっこよくないですかそれ。アレンジとかだと器用意してフォーム用意してって言ってこうやってやんなきゃいけないけど、何にもなくてもパッと束ねられるんですよ。それってすごくかっこよくないですか。ですからぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。これはめちゃめちゃかっこいいです。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。皆さんのねチャンネル登録でまたできることがどんどん増えていきます。なのでまあ夢は大きく10万人目指していきます。よろしくお願いします。あ、なるべく多くの方にこのチャンネルをシェアしてください。そうすることによってまたチャンネル登録の数も増えていきますので、どん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 こうシェアして広めていっていただけたらと思います。よろしくお願いします。